おパンチウサギの、そう、今日ね、あのお昼ご飯にさ、お寿司食べ行ったんですよ。お寿司食べに行って、おパンチウサギのコラボをゲットしようと思って。そう、そうなんです。コラボ食べ行こうと思って行ったら、私がね行った店舗さ、おパンチウサギコラボ人気すぎて、私エコバッグをねゲットしに行こうと思ったんですよ。そしたらね、本日分終了してました。お昼に行ったら本日分終了してて、泣き、悲しい、悲しかった。今日の悲しかった出来事その1、おパンチウサギなので、おパンチとコラボしてるお寿司のネタをいっぱい食べました。その代わりに、悲しい。でもなんか全国の店舗で10万個そのなんか用意されとるんやって。でそれがなくなり次第終了らしくて、多分1日に出す量が決まってるんだよ、ね、今手元にあるんだけど。めっちゃいいな。しかもなんかあれもさ、エコバッグもいろんな顔の種類あるっぽくて、めっちゃ可愛い。おじがって、そう、出遅れました。いつからだったんだろう、12月、昨日からだったのかな。広島行ったのにリンゴ飴行き損ねた、泣いた。あ、もうそれは超悲しい。でもリンゴ飴のお店、あれなんか代官山、もともとは代官山のなんかお店らしいけん、なんかしかも全国でいろんなとこで展開しとって、やっと広島に最近できた感じじゃけん、多分ね、あのいろんな地域にあるよいろんな地域にある。広島が最近できて盛り上がっとる感じ。でもだいぶ列が短くなってきたかもって感じだね。うわーさん、雪の結晶ありがとうございます。こんばんは。ゴールデンベッドタイムも7並びありがとうございます。ドゥームズデイ抽選外れたわ、ピエン。あのおパンチウサギのコラボのやつ、あのエコバッグのやつか、あ、エコバッグじゃないわ、なんかお寿司のなんかやつ、お寿司の六貫セットみたいなやつについとるシールのあれ裏側から応募できる、あのトートバッグ、なんかバッポシェットみたいな、あれなんかめっちゃ。小柄すまるさん、ちちそちゃん、りっちゃさん、ありがとう。おパンチュー、明日は広島行く。お、キャンディーアップル、キャンディーアップル、イエス。領域展開、領域展開。ホストさん、雪だるまありがとう。大観山に詳しい。24のクリスマスライブ、いつも通り亀戸席で申し込み済み。ブルーライブだから当たるかな、当たるかな。で、ブルーライブで亀戸席あるのね。新鮮だよね。新鮮。どんな感じ？なんかあの亀子さんの、なんか亀子さんもさ、なんかあのステージ的にさ、なんか亀子するのにさ、なんかいい感じなさステージとなんかあるやん。なんか今まで着てみた感じ、いいの撮れそうですか？ミスターさん、雪だるまありがとう。バーンちゃん、雪ありがとう。ね、領域展開した。白もそう、おパンチウサギタンプレ送りました、楽しみにしててねーって。楽しみー、タンプレありがとう。なんかね、早いものはもう11月から続々と届き始めてて、ありがとうございます。すごく嬉しいです、皆さんのお気持ち。雪帽子行きたいです。雪帽子はね、いいよ。ブルーライブはしんどいん、しんどいんか。あ、でもなんかさ、この前あれだよね、浴衣の時の打ち上げ祭の時にさ、あのなんか iPhone で撮れたよね。あの感じだとどうなんだろう、難しいんかね。でも確かになんかむず、なんかステージが
ステージが明るい方が撮りやすい。どうなんかね、難しいよね。暗すぎても撮りにくそうだし、難しいところよね。5列目から亀子席。どのレンズ持っていくかね。第二希望スタンディングにしたって。お、スタンディングもね今回ありますから。 iPhone13 に撮ったら画質悪でした。え、エコバッグ顔問わないんだったら送っとく。え、嬉しい。どの顔でも嬉しいよ。あのエコバッグ超かわいい。ブルーライブは段差がないから身長ある人が前に来たら見にくいんだ。そういうことか。でもスタンディングあるもんね、後ろのエリア。でもあれか、スタンディングになってるところはあの座着席エリアより一段高くなってるはず、確か。でもそこ、そっからあの一段高くなっとうけど、そっからは平坦やけんね。あ、今日の服かわいい、ありがとう。今日は水色だよ。これ下のやつもね、下もね水色のやつなんです。そうなんです。クリミン、あーちゃんありがとう。あ、とにかく明るいのが撮りやすい。え、意外。とにかく明るい方が撮りやすいん。でもさ、それをさ、なんかカメコ OK な曲の、多分さ、カメコ OK な曲とそうじゃない曲があるじゃん。カメコ OK な時にさ、そう言っといた方がいいのかな、スタッフさんに。スタッフさんにさ、なんかステージをできるだけ明かりを明るいのにしてほしいですみたいな。どうなんだろう、そういう検証しとるんかな。してるか。今日クラコン見ました。ドローンサッカー難しそうね。難しそう、難しそうっていうか難しい。だからあの STU のダンスプラクティスとかもさ、ドローンで撮っとるのすごーって思った。あんなやつで撮っとるんやろね。こんばんは。その服可愛いけどかゆそう、ウケるよ。ふわふわだよ。あ、でも毛がね時々ねピローンって抜けてね、鼻にホソって入ってくるそれがちょっとねもどかしい。この服可愛いけど。こんばんは。公園は文化センターが一番見やすいと思った。文化センター、文化センター、あれか、私たちが二次審査受けたとこ。こんばんは。みんなの推し会場とかあるありますか、みんなの推しステージ。七並べガチャ、ゆきりかとなっちゃんのアイコン同時に当たってびっくりした。すごっ、推しに愛されちゃうね。推しを愛し、推しに愛されちゃうね。いいことや。パワーもらっとこ。クッキーモンスター意識してるん？あ、バレた。バレましたか？とか言って。何も意識しとらんよ。バレちゃった。クッキーモンスター意識してるのバレちゃった。何もしてないよ。クッキーモンスター一つも意識しておりません。たまたまです。たまたまクッキーモンスターです。あ、これでいい感じだ。こんばんは。確かにさ、なんかあのスタンディングになっとるさ席あるじゃん。そっちがさ、亀子席の方がさ、なんかさスタンディングでさ、亀子の方がさめっちゃさ撮りやすそうやんね。あ、でもそっか、撮れる曲と撮れない曲があるんか。24、2部、予約してみた。お、予約抽選予約ね。当たりますようにみんな。
私は目と脳になっちゃんを焼き付けるを焼き付けてもろて。12月10日楽しみです。何話そうかな。ね、いっぱい話したいことあるよ。話そうね、楽しみだね。限りあるカメコタイムで暗めで炎ボアが STU スタイル受ける。でもあれすごいさ、だ炎のおかげなのか、めっちゃ幻想的な、なんかね今までにないの撮れとった。クラコンのジャージなっちゃんが一番似合ってる。やった。私ジャージがね似合わんけん、すごい。なんかジャージを着とってもなんか拭いきれない運動神経の悪さが出るけん、あんまりジャージは好きじゃないんだけど、似合ってるって言ってくれる人がいるのは嬉しいですね。こんばんは。今日バースデー&クリスマスカード届いたから月曜日にタンブル送ります。わー嬉しい。クリスマスプレゼントも待っとるね。本通りのところのやつね。暗所撮影に強いカメラ買った。おーそういうのあるんじゃん。未来ホールが好きです。未来ホールいいね。エディオンの近くだよね。文化センター、そうなんや。私のやっぱりあの2期のオーディションで二次審査受けたとこだ。にぎわいステージ、飛行機から配信見てますって、すごい。地上から、こんばんは。地上から、こんばんは。どうですか空の調子は。なっちゃん明日暇なんだけど何したらいいと思う。スクワット500回気が抜けるとか切実な悩み。じゃあこの毛をあげよう、この毛を授けよう。ほらこんぐらい、こんぐらいすぐ毛が舞うやけん、私が折った場所をこの毛が全部ついとるけん、それ辿ってきたら私に辿り着きます。文化センターはどの席でも見やすい。すごいね、文化センターすごい人気じゃん。神セブンに入るやん絶対。センターやな。長澤さん雪の結晶ありがとう。こうなったら ST が文化センター買い取って専用劇場、そうしよう。ビスイベント4日から4日からなんかの、どうなんやろう、どうなんやろうね。なんかどうなんやろ、人数がさ、なんか前回もさ人数があれでからさ、なんか期間が後になったじゃんか。4日から始まるよねちゃんと。しかしエコバッグもらうのちょっと勇気いった。おパンチュー、あれ一緒に届く感じじゃないんだ、手渡しなんか。電車さん結婚してありがとう。なんかお久しぶりだね。こんにちは、インドネシアから来ました。 Nice to meet you。 ラッキーモンスター、そうやな。スタンディングカメコは2列以降が、あ、そっか、確かにそうじゃわ。足腰に自信ないので前の方当たらなかったら諦めます。来てよ、クリスマス前日一人ぼっちだと悲しいでしょ。こんばんは。なあちゃん、なんだい。てかさ、今日さ、日向坂さんがさ、おパンチウサギとコラボしとって、テレビ番組でめっちゃ羨ましいって思った。めっちゃ羨ましい。ふーのやつ。めっちゃイケボ。めっちゃイケボになってしまった。準備オッケーってやつ。こんばんは。震度震度
スクワット500回もしたら立てなくな、立てれなくな、なんか画面固まっちゃった。え、画面が固まって何も見えなくなった。壇上しか見えない世界になっちゃった。ちょっと待って、アプリに入り直すね。なんでやろうか、あにゃーん。あ、戻ってこれた。オッケー、バグが治りました。あのビスイベント期間が変わらなければ4日からなので、皆さんよろしくお願いします。4日から楽しみましょう。ビスイベント3位以内目指してます。3位以内、1位になれたらめっちゃ嬉しいの。1位になりたいな。こんばんは。パブリックビューイング、家バレしちゃうって。周年婚以来の文化センター、文化センター、すごい、身長3メートルの人とかが前に来ない限り見えます。じゃあ安心やね。だってさ、ギネス取っとる人とかでも3メートルはなくない？確か世界一背が高い人。ガモーさん Thank you。 あ、文化センター唯一の欠点は地下電波入りにくい。あ、そうやわ。そう、電波が死ぬ、電波死にますね。文化センター懐かしい、懐かしいわ。文化センター電波がない。電波終わってる。でもまあまあそんなのね、携帯いじる時間なんてまあないですから、まあないですから、そんな時間は私たちにはないから全然大丈夫なんですけど、みんなもなのかな、携帯使えないよ。一応4日となってます。なので4日からよろしくお願いします。電車さん、ハートありがとう。無職パンマンさん、決勝ありがとう。毎日来れなくてごめんって、嬉しい。またお話会とか来てください、待ってるから。こんばんは。お芋ちゃん結婚していいこと、ありがとう。今日はなんかすごい求婚すごいされるんだけど、なんかテレビでさ、なんかディズニープリンセスの特集しとってさ、なんかすごい素敵やなって思った。素敵やなって思った。取得リシートって倍率高いですかって。え、高いんじゃない。だから応募するべし。ただいま。SS しか申し込んでなかった。もう SS が間違いないよ。929ありがとう。あ、鮮やかなブルー、どうですか、似合ってますか。鮮やかなブルーです。こんばんは。お手紙ありがとう。最近配信バグってること多いです。そうなのか。なべちゃんは写真集出す予定はって、出せたら嬉しいとかが出したら嬉しいって感じですかね。身長のギネスは272センチ。あ、じゃあ大丈夫だ。え、すごいね、文化センター。最善全員超大型巨人がいやいや、大丈夫だよ。天下海さん、雪の結社、ジョーニーさん、トナカイちゃんありがとう、サンタさん、クマちゃんありがとう。真っ赤のお花のドラカイさんは、なんとクワトロ行ったことない。クワトロめっちゃいいよ。私もなんかステージに立つ側じゃなくて、ファンとしてクワトロ行ったことあるけど激アツだった。ウーバーワールドさんのライブに行ったことある、何回か行ったことあるんやけど、やばいよ。
クワトロ激アツ、なんかライブハウスやけんバンドやとね、またなんか音響設備がさやっぱすごいからズンズンするんですよ、ズンズンって感じ、重低音が響く感じ心臓に、なんかそれはステージ立っとってもなんかめっちゃ伝わる。こんじー決勝ありがとう。文化センターって聞いたらに文化センターみたいなやつ、日本文化セン、違う何これ、違う今のな、日本レンタカーやわ、日本なんだ、こそこんな、なんかこんな感じのリズムの違うっけ、日本文化センターみたいな、違うっけ、こんばんは。すごいスタンド、グリーンアリーナスタンドの一番前、神じゃん。じゃあトロッコとかすごかったんじゃない。こんばんは。ピノンさん決勝ありがとう。電化街さん、レインボースターありがとう。コンジーさん雪の決勝ありがとう。イエブンさんかわいいありがとう。大人プリキュアめっちゃ気になる。1月20日の決済しました、ありがとう。こんばんは。一部は 1,2 ユニットどれくらいの時間なんだろう、どれくらいなんだろう、何曲ぐらいいけるんかな、 5,6 曲ぐらいかね、 5,6 曲ぐらいと見た。楽しみにしていてください。冬らしい可愛い瀬取りになっていると思います。こんばんは、めっちゃ似合ってますよ、ありがとう。今日は列車にいろいろ乗ってきた、飛行機乗らないのに羽田空港にも行った。羽田空港いいよね、出たら即買いします、やったね。今日は新幹線の、あ、みんな生誕 T シャツどうですか、みんな着てくれてますか。私あのやったあの生誕 T の現物を見たんですけどめちゃめちゃいいね今年の生誕 T もすごく大満足の、満足のいくものができました。今日は新幹線の中は時速何キロで進んでるんだろう、こんにちは。時速何キロはやばいか、え、いや、やばくないか。こんばんは。最近日本の焼き芋が海外に大ヒットしてますよ、へー、やってますよ、ありがとう。チームうちださん、ドイトモさんありがとう。駅の決勝すごい、辻井壮ちゃんありがとう。ミックスで出ること希望ぬ、おいいねいいね。こんばんは。カーキ色かっこいいじゃろ。通販といえばなっちゃん夢グループのテレビ通販めっちゃ大好き、すごーい。生誕 T 飾ってるって嬉しい。2月に宇部空港と台湾の直行便、すごくない、直行って、直行便ぐらいでさどんぐらいで行けるんだろう、何時間ぐらい乗っとくのかな。夏木渡辺先生のデザインですから。クマスプレー大丈夫、え、どういうことどういうこと、クマスプレー、福島から往復7時間かかるんか、いやー長いね。鹿児島から広島2時間弱、おー鹿児島、鹿児島、え、鹿児島ってさ九州のさこの一番あのこの下の部分よね、下の部分のなんかちょっとクワガタみたいなところね、え、なんかさすごい近くか、めっちゃ近く感じる。2時間弱、文明の開花やな。
やあみきやくんハートありがとう。新作のプリキュアのタイトル、ワンダフルプリキュアね。なんかめっちゃさ、なんかもうちょっとさ、下のさ層のさ子供たちが見るようなさ、なんか感じのあれになったよね。年齢層がなんか幅広くなったよね感じする。夢グループ、え、新幹線でクマスプレーが誤射された。え、大丈夫、どこで。ちょっとそのニュースは私の耳に入ってきてなかった。あぶにゃ、今日行ったら大きく7時間かかった。あ、自家用車か、びっくりした、新幹線で降りるみたいな。こんばんは。台湾は沖縄の隣。お、じゃあ結構すぐ着くのか。行きたー。5時間15分、え、最高じゃん。こんばんは、美香さんはじめまして。確かにリンコの犬の番組そんな名前だよね。ビッグウチはゲットしたラスイチだったみたいって。ありがとう、完売ありがとう。東海道新幹線、気をつけて。でクマスプレーって絶対さ、だってクマでもさあんなさうわーってなるんやけんさ、人間がさそんなのさ浴びちゃった暁にはもう目ん玉大変なことになりそう。目ん玉大変なことになっちゃうよ。浜松駅、最速水保護。うわ、水保護ってめっちゃ馴染みないわ。すごい、水保護っていうのがあるの。2時間で広島に着きます、近いね。でもクマが出たわけじゃないよね、新幹線で。あ、誤射だもんね、びっくりしちゃうよね。ちょっと今新幹線にクマが乗っとることを想像してしまった。ちょっとなんか面白かった、プーさんみたいにクマと共存してる人間を想像してしまった。時間があったらローカル線の旅とかもいいよ、景色とかのんびり。いいよね。なんかさ最近さ、なんかのね、なんかの動画でね、 TikTok かな、なんかでさ、なんか流れてきたのが、なんかあのモミジのさ、なんか森の中をこう通る電車、なんか夜はなんかそのモミジがオレンジにライトアップされちゃってみたいな、めっちゃ綺麗って思った。でなんかそのコメント欄で、なんか通勤とかになんか通勤にこの電車使ってますみたいなの書いてあって、めっちゃええやんみたいな、めっちゃええやんって思った。どこなんだろうねあれ。乗ってきたのに誰も気づかなかったよ。博多までの往復、みずほ。あ、京都の路線なんて読むんこれ、なんとか山電車。めっちゃ今さ一番乗ってみたい電車なんよね。なんて読むん、読み方教えて。飛山とか永山、全然違った、永山。あ、平山電鉄、あ、これかもしれない。あ、これすごい、超綺麗。平山電鉄もみじのトンネル、綺麗。あ、緑の青いもみじも綺麗だね。あの
雪降った時のめっちゃ綺麗、雪景色も。じゃあ年中楽しめるんだねこれ。めっちゃいい。え、今一番行きたい場所京都か。え、京都行きたいんだよな。この紅葉がね綺麗な期間とかめっちゃいいね。雪景色もいいな京都。京都旅したい。こんばんは。列車って単なる移動手段じゃなくて乗ること自体が観光になる。確かに。やけんめっちゃ思うもん。なんか電車乗っとった時とかさ、なんかバスとかでもさそうだけどさ、なんかさ景色見てるとめっちゃ楽しくない？だからなんか私はそれに気づいてからなんか公共交通機関とかなんかちょっとまあ出かけた先でさこうさなんか公共交通機関乗るときはなんかあんまりできるだけスマホをいじらずになんか外の景色眺めようって思う思うようになった。でもさあの結構それで気づくよね。なんかみんなやっぱりさ携帯触って下向いてるなってめっちゃ思う思うけんさ、なんかそう私がさ景色をさ見とるだけなんやけどさ、なんかめっちゃなんかこの人変な人みたいな目でさ見られるわけよ。なんかやけどなんかちょっとそれはやめないかって思った。私は景色を見てるだけだみたいな、あなたをじろじろ見てるんじゃないみたいな。こんばんは。これから待って STN の鉄道好きポジをユミニンさんが歴史後いやでもね、なんか最近めっちゃ嬉しかったことはなんかたまたまですね、新幹線でね最近あったハッピーなことはね、たまたまね新幹線で自分が乗ろうと思ってる新幹線を待っていたら目の前にドクターイエローが止まってシューンってそうシューンってドクターイエローが過ぎ去っていったんですよ。すごくない？すごくない？ドクターイエロー。なんか私もあんまり詳しくは知らないんだけど、あれよね、新幹線のお医者さんよねレアじゃんね。レアって言うやんね。なんか見たら幸せになるって言われるよね、言われてるよね。だから私幸せにずっと幸せになれるかなってすごい思ってるんだけど、もう何日か経ったんですけどねでもこうやって健康に過ごしていることは幸せです。バキバキさんこんばんはなんかバキバキっていう名前もさひらがなやとなんかすごい可愛く見えるな。ごつい名前だけど。なっちゃん芸術家気質強いよね。そうよ大好き。なんかやけんすごい芸術的なもの大好きです。だから博物館じゃない美術館とか見つけたら行きたくなるタイプですね。こんばんは。とか自然の美とか好きです。私はビデオカメラで車窓を撮影してます。良いですね。ドクターイエローね、ウベカマがさ、ウベカマあれなくなるってことなのかな。悲しいよね。めっちゃ食べたい。北海釣り師さんだるまありがとう。大阪から姫路の間を新幹線じゃなくてあえて在来線で行くのありって。へえいいね。明石海峡大橋と海が目の前に。絶対綺麗じゃん。レアモノすごい。それはいいことがあるね。縁起がいい。見たら幸せになれるって言うよね。ドクターイエロー去年3回ぐらい。うえすごいじゃん。京都そう、あのドクターイエローにドクターイエローってさ調べたらさなんかいつ出没するとかわかるもんなんかね。ドクターイエローが走るのは
約10日に1回、やばいやばい。そんな10日に1回を引き合ってたってこと？新大阪駅にはちょくちょく停車していますよ。へえ。ケンケンさん、スノードームありがとう。線路のお医者さん、ドクターイエローは山陽新幹線1台、東海道新幹線1台みたい。ほう。カタカナイエロー、そう、星になっちゃうのよね。イエローは和歌山にいるとき何回か見たことあります。ほう。りょたくん、くまちゃん、ありがとう。新幹線の車内チャイム、なんで曲が違うか知ってる？場所に、地域じゃない、ちゃうかな。宇部線も黄色だからいつでも幸せ。そうだよ、山口県はだってガードレールも黄色だからね、幸せになる。ドクターイエローなんてすぐユミニーさんに報告する案件。報告しようかな。ユミニーさん見てください。ドクターイエローのさ、中って何が入っちゃうんかね、めっちゃ気になった。なんか窓がさ、カーテンが閉められちゃったけど、どうなんや、何が入っとるんやろって。どうする、なんかすんごい、もうすんごい超ガタイのいい SP がもうぎっしり全車両に座っとったらどうしよう。こんばんは。目撃情報を X で追って、なんとかなんとかだ。公表してない、わからんのんじゃ。へえ、やっぱあれかな、事前にさ教えたりすると人が集まりすぎちゃうからかな。昔は駅で教えてくれたけどね。へえ、じゃあ本当に運なんだね。こんばんは。 JR の所有か JR 西日本の所有かで車内チャイムが違う。へえ、じゃあやけにチャイム聞いたら、あ、これはこっちやとかわかるんか、詳しい人は。すごい、ハローキティ新幹線見ました。お、いいですね。機械だらけ、精密機器。ええ、乗れるみたい。前ユミニンさん乗ってた。すごすごすぎ。ドクターイエロー見かけたらスマホで撮影してる。私も撮ったよ動画。検査機だらけ、検測機がいっぱい、いろんな点検装置満載。やけ、あれ走りながらさ検査していくってことじゃんね、めっちゃすごくない？なんか文明のすごくない？進化。 JR 東海は会いに行こう。 JR 西日本はいい人旅立ち。お、めっちゃわかりやすいかもしれない。逃走中のハンターが、ハンターみたいな人がさ全部あの全車両に座っとうかもしれない。画材のいい SP ぎっしり。精密機器が収まっていて一般の人は乗れないらしい。ひー、線路とか架線とかいろんなところを計測する機械が。岡山駅すごいね。岡山駅めっちゃ遭遇率高い。あ、ね、デジタルフラワーなくなったらしいね。しかも11月に。12月までやらんのかいみたいな。12月メンバーが多いけんかね、誕生日。あれ楽しかったのにな。なんかあれやっけ、変わったんかいね、新しい曲になったんだよね確か、会いに行こうみたいな。あれだったんじゃないっけ、あややとぅやーじゃなかったっけね。今年デジフラ送れない。そうなのよ。いい日旅立ち、アイコジのデジフラでサイコっぽい。ありゃありゃ、
鉄道マンは画線っていうん、画線。あややどうやん。ねえねえ、今からお菓子食べたいんだけど、やっぱり食べたらお腹やばいかな。いや、いいよ食べて、いいよ食べて、いいよ食べて。でももう10時49分だけどね。食べるか食べないかは君に委ねるよ。リーダーってリーダーレディフルメッセージ考えててる。ピエンアンビジャあれアンビアンビアンビシャスジャパンっていう曲なん、初めて知った。アンビシャスジャパンっていう曲なの。へえ、あややトゥーやかと思ってた。新幹線も来年からなんとか吸えなくなるから嫌だったんで、タバコかな。てか逆に今まで吸えとったんって感じ。アンビシャースってやつ、そう、ビーアンビシャース、こんばんは。はあ、河川って言うと、あ、確かに河川ね、そっちの河川敷の方ね。涙袋が綺麗です、ウケる。今日はちょっといつもと違うアイシャドウ使ってみました。こんばんは、トキオ。喫煙ルームってあるんだね、すごいね。逆になんか話噛み合ってないぞ、トキオ。あれ、トキオ、トキオの曲、え、昔はどういうこと。新幹線の席でタバコ吸えるってどういうこと。え、喫煙席見て、喫煙車両みたいなのがあったってこと、座りながら。え、やばっ。想像つかん、バリバリよって。え、マジ、喫煙車両が昔はあった、驚き。 Be Ambitious は TOKIO の曲。え、 Ambitious Japan は違う曲ってこと。じゃあ TOKIO の曲じゃないってこと。ルルルル、席に灰皿が完備されてるの。いすごい、何それ、吉野家。吉野家で、吉野家でも、吉野家でも喫煙、吉野家でも吸えましたって。いい、すごい、いい時代でした。ウケる。喫煙車普通にあったよ、煙もくもく。すごっ。なんか機械とかにあれの、あれ大丈夫なんかな、煙って。30年くらい前、めっちゃ前じゃん。まあ時代も変わりますわな、30年も経ったら。副将軍さん、雪の結晶ありがとう。昔は在来線やバスでも座席で、危な。それでさ、火事とかにならんかったん。火事起きそうで怖い。普通の電車で好きや。吉野家でした。あ、TOKIO さんの曲だよね。え、飛行機怖い。飛行機でも吸えたいは絶対嘘でしょ。在来線もそうよ。喫煙席とかじゃなくて、普通にもうどの席でも吸えますよみたいな。やばっ、やばい。私あれじゃわ、私生きていけんやわ、生きていけんわ。私さ、タバコの匂いを嗅いだだけで頭痛くなるんですよね。熱が出ちゃうんですよ。だからタバコの匂いをあまり嗅がずに生きてきたんです。
ばんは。駅にも灰皿ってし、ホーム下は吸い殻だらけだった。ひぃ、大変じゃね。テレビ番組でも喫煙してるシーンが普通、昔は普通に流れてた。ひえ。ねえねえ、今年もクリスマスぼっちになりそうなんだけど、なんとかならんかな。クリスマスコンサートお待ちしております。吸わないけどタバコの煙はなんか好きなんだよね。私どっちもダメじゃん。でもなんかさ、タバコってさ、なんか副流煙だっけ、副なんだっけ、なんかあのもぐもぐってなっとるのを吸っとる人の方が健康に害があるらしいよ。やけんやけん、あの極力あのなんていうの、その煙を吸わん方がいい。私なんか多分匂いに敏感なんだよね。なんか強い匂い無理なんですよ。なんかさ、時々ガソリンスタンドのさ香りが好きな人とかおるじゃん。私あれもダメなの。なんか強い香りが苦手なんです。こんばんは。着陸前はノースモーキングのサインが点灯してた。へえ、すごい。服かわいいでしょ。ありがとう。え？病院の中でさえ吸えたらしいわ。すごい。やば。病院の中？なんかもうすごいね。あの体よくしに来たんかどっちなんじゃいって感じ。待って、ロックすぎん。ロックすぎる。病院の先生診察しながら吸ってたよって。やば。何年前の話？副流煙が体に悪いので喫煙者と呼ばれた。おお。受動喫煙器、副流煙ね、気をつけよう。柔軟剤はさ、めっちゃいい匂いじゃん。なんかでもいい匂いでも香りが強すぎるとダメ。なんか時々さ、なんか香水ガーンみたいな人おるやん。香水ガーンみたいな、それをちょっと頭クラクラしちゃう。こんばんは。あ、パクチーはカメムシの匂いしますって言うよね。あの除光液の匂いとかもやばいよね。なんか除光液やばいよね。イエローフィッシュさん、お手紙ありがとう。あ、マジックペンの匂いもなんか、匂い強いやつ無理だわ。やけんマジックペンをなんか長い間大量に使う時間は換気を良くして使いましょう。換気をして使いましょう。イエローフィッシュさん、ありがとう。雪だるま。学校の先生もすご。職員室で普通に。へえ。お医者さんはヘビーそうが。そんな。すごいね。昔の日本は自由だったね。自由だったの。自由だね。アヒルちゃん、雪の結晶。アキュシさん、ありがとう。ここ30年ぐらいで一気に禁煙になった。だよね。すごっ。会社で吸いながら仕事してたが部屋が白かったって。黙々でってこと。お話し会の決済は4日の月曜日までですよん。待ってますよん。こんばんは。匂いってすごい記憶に残らない。残る。だからなんかいい匂いがする人とかってさ、めっちゃ記憶に残ったりするよね。ペンキの匂い、どんな匂いじゃったっけ。吸って吐いて自分のペースで、
シャルルルンルルン、ありとあらゆるとこにあったんか。確かにあんまり最近は見かけないですね。みんなどこで知ってるんだろう逆に。ふゆさん、なべなべ、ありがとう。私今日何分から配信始めましたっけ。授業参観日とデパートのコスメコーナーの香りが一緒って、あのお母様がね、お母様たちがつけつ香水が多分デパコスコーナーにあるんでしょうね。でもわかるわ、なんかデパコスのとこ行ったらなんか授業参観の日を思い出す。直接お話し会でなっちゃんの匂い匂いたい。ウケる、待って、それ文字だけ見たらめっちゃ変態な人や。でも最近私なんかいい香りの、いい香り、なんか柔軟剤はさ、いつもさなんか自分の好きな香りを買うんですけど、久しぶりになんか新しい柔軟剤に変えて、その柔軟剤の香りがとてもいいので好きです。あ、7分から始まったのか。じゃあ7分に配信終了します。いや、ナナさんマジでいい匂いするよ。もう記憶に残るいい匂い。生乾きの洗濯物は絶対ダメ、絶対ダメ、ちゃんと乾かそう。お、未来心の丘にこの前行ってきました。私めっちゃ行きたいんですよね。もう行きたい場所が多すぎて困っちゃう。ゆのくん、雪の結晶ありがとう。まだ1時間できますかって、ちょっときついかも。そう、皆さん4日からビスのビスイベントが始まりますので、3位以内に入れたら紙面に載れるので、皆さん今回がね最終枠なので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。3位以内、やはり目指すのは高みの1位。皆さん4日から始まるので、ぜひあのキラキラ星だったりで応援しに来てくれたら嬉しいです。もうずっとのね、もうなんか今までずっとビスイベントねチャレンジしてきたんだけど、まだ結果をつかめていないので、今回こそはつかみ取りたいです。お願いします。エントリー多いのかな今回。4人とか今立候補してるのは4人なのかな。なので頑張りたいです。よろしくお願いします。ぜひ毎日3時間配信できるんで、お昼配信、夜配信、夜配信って感じで、なんか1時間ずつ分けてやろうかなとか思ってるので、ぜひ。お、渡辺配信して4日から、あ、渡辺配信してるって思ったら、ぜひキラキラ星だったりいろいろな形で応援してくださったら嬉しいです。タンプレギフトイベ中に投げたらあかん。え、もうめちゃめちゃもうお願いしたいです。よろしくお願いします。もう誕生日1日前にずらしたい、あ、1日じゃなかった、2日ずらしたいぐらい、いやでもそんぐらいの気持ちで挑戦してるので、よろしくお願いします。誕生日配信はもう2日前にずらしてやりたい。15時までに数分でも1回した方がいい。いや、そうやね、やけんお昼、でも朝昼晩って感じになると思う。ベースは朝昼晩って感じになりますので、でも朝できないって時は昼夜夜って感じになるかなって感じなので、よろしくお願いします。
皆さん楽しい1週間にしましょう。4日からお願いします。そう、イベント、ショールームイベントです。4日から始まるので皆さんよろしくお願いします。いやーねえ、つかみ取りたいです。了解しました、よろしくお願いします。昼夕方夜とか、確かにその感じいいかも。昼夕方夜、それが一番みんな見に来てくれやすいよね、よねだと思う。そんな感じだと思う、うん、だよね。そんな感じだよね。パッパパパパパッパッパー、タンタカタンタカタンタンタン。こんばんは。ギフトはどれでもいいの？そうだよ、イベント期間中はどのギフトでも対応しております。どのギフトもポイントになりますのでよろしくお願いします。ガチイベを明日は貯めて明後日投げるよ。ありがとう。あ、6分教えてくれてありがとう。またカラオケボックスで配信するといいかもね。確かに。では壇上見ます。13位あーちゃんありがとうございます。12位ゴキザリさんありがとうございます。11位ユノくんありがとうございます。10位のりともさんありがとうございます。9位リチャさんありがとうございます。8位あきよしさんありがとうございます。7位つちいそちゃんありがとうございます。6位電車さんありがとうございます。5位けいくんありがとうございます。4位じとくさんありがとうございます。3位でんかかいさんありがとうございます。2位けんけんさんありがとうございます。そして第1位ジョージさんありがとうございます。イベントってさあれだよね、キラキラ星もさ、キラキラ星もポイントに入るよね。でもキラキラ星は1日にあの星投げとかが、星集めとかがなくなったから、そう。でも15時に更新されるので、なので15時前にキラキラ星、15時後にまたキラキラ星って感じかです。なのでキラキラ星以外でも応援してくださるととても嬉しいです。ではでは配信最後のあっち見てほいをしたいと思います。それではいきますよ、せーの、あっち向いてほい、うえんうえん。あかりんさんのとこで学んだからできるって待ってます、よろしくお願いします。それでは明日も一日頑張っていきましょう。それではそれでは明日どうしよっかな。明日朝配信、明日朝配信しようかな。明日は朝配信します。なので7時ぐらいからかな、朝7時ぐらいから配信しようと思います。7時か7時半、ちょっと短い配信になっちゃうかもだけど朝配信します。ではみんなも明日朝配信しましょう。朝配信しましょうじゃなかった、朝早起きしましょうね。刻むのって、ね、イベント配信は4日からなんだけど、刻んだりはしないかな。なんか1時間を3回って感じ、1時間を3回って感じ。
そう、予行練習、早起きの予行練習だ。夜は、うん、できそうだったらする。7時半早いかな。いや、でも大丈夫か。え、みんなさ、どう、あの明日7時から始めるか、7時から8時の間に始めるってなったらどの時間がありがたい？8時がいいかな。8時が一番見やすいかな。日曜日だもんね、いっぱい寝たいよね、みんな。で、いっぱい寝たいよね。こんばんは。8時からにしようかな。8時からしようかな。19時半、間取って19時半からにしようかな。全員集合するなら。おもろい。じゃあ8時にしよう。ちょっとこのコメントが面白かったので8時にします。8時なので、だけ全員集合しやすいので8時だよ、全員集合でよろしくお願いします。8時だよ、全員集合で。おもろい。8時なので8時だよ、全員集合しましょう。次行ってみよう。そうやな、次行ってみよう。8時、じゃあ明日の朝は8時だよ、全員集合でよろしくお願いします。明日の朝8時から配信します。皆さん起きてね。全員集合できなかったら怒ります。あれよね、提案してくれた方は絶対来てくれるってことやんな。待ってるけんね。ダメだこりゃにならないように、そう、ダメだこりゃにならないようにしましょう。ではまた明日の配信で会いましょう。この後24時まで3分おきの12秒で並べますんで、よかったらぜひ七並べ対戦したいよーって方はしましょう。3分おきの12秒で、次やから15分12秒から0時まで並べます。3分おきの12秒なので七並べ待ってるよん。ではまたねー、また明日、明日の朝8時だよ、全員集合で。じゃあねー、七並べで会いましょう。